にちは、お元気ですか。今日はとってもいい天気の東京なんですけど、私はね、最近ね、クローゼットの整理をしてるの。そして初私のクローゼットを皆さんに、見せてるかな。こっち方だけまだね、改装して整理をしている状態で、そっち側は、まだ途中なので、今日はねこんな感じになってるんだけども、もうすぐ春っていうことでコーディネートの提案をしようかなと思い、今日はここから撮ってみました。ということで今日はコーディネート提案始めるよ。それではね、コーディネート提案していきたいんだけど、今まだちょっと寒いじゃない。3月って言ったってまだまだね、あの花見の時は寒いんだけど、そしてねこの冬あのすごい活躍したこのカシミヤのセーターとこのスキニーデニム、これ両方ともユニクロなんだけど、下のスキニーデニムはこうハイウエストでしっかりお腹がガードされていて、なんとこれは裏肝のすごくあったかいスキニーデニムで、もう見てこのストレッチ効いてて、もう運動ができるんじゃないのっていうぐらい楽なストレッチデニムなんだけども、しかも裏が肝で、私はねこの冬ね本当にヘビロテしたの、このカシミヤのセーター。今日はね暖かくなってきたから丸首着てるけど、冬の間はねタートルもう何色もあのユニクロの動画で紹介して、みんな見てない人は遡って見てほしいと思うんだけど、このもうカシミヤのセーターまだまだね4月ぐらいまで手放せないなっていうことで、私のこのヘビロテのシンプルなこのね白のカシミヤのセーターとこの裏肝のスキニーデニム、まだまだもうちょっと履くと思うんで、もうこの白いセーターとデニムはこのままで靴とかバッグとか、上に合わせるコートとかでちょっと雰囲気を変えて何パターンかコーディネートしてみようかなっていう、そんな動画にしたいと思います。なのでベースは変えずに上を変えていくっていうね、参考にしてくれれば嬉しいです。ということでね、まず1個目、この上に何を着るかちょっと考えます。はい、ではまず一つ目なんだけど、ここの後ろにかかってたコートというか羽織物、これねデザインワークスというセレクトショップのオリジナルで4年ぐらい前に買ったんだけど、なかなかねこういったその袖の感じとかって、真冬じゃ寒いし、春先夏になったら暑いしっていうことで、着れる時期がすごく短いんだけど、ちょっとね肩が寒いなとか、変わってるでしょ。羽織るものとしてはすごくおしゃれだと思って、色もね可愛いピンクだし、これから春になるこの時期にぴったりだなっていう感じで4年ぐらい前に購入して、大事に着てる羽織物でございます。そしてブーツはメゾンドキツネのスエードの茶色いブーツを合わせて、シルバーのネックレスを合わせてみました。そしてバッグは白がいいかなと思って、ちょっとマルジェラの、これもねたびたび登場するけど、こんな感じのコーディネートにしてみた。これからあったかい日ね、セーターの上に1枚肩を守れるような、寒さをしのげるような羽織物があると便利だなっていう風に思う。着る時期は短くてもおしゃれ度としてはねすごいグーンってアップするから、こんなものがあったらみんなもぜひトライしてみてね。ということで1個目のコーディネートは、春を意識してピンクの羽織物というんでしょうか、こういうのなんて言うのかな、見てる人分かったら教えてください。はい、ということでこんなコーディネートになったよ。いいね、なんか春が近づいてくると気分もウキウキするよね。コーディネートしてる時楽しいです。はい、そして次に行きたいと思います。はい、続いてのコーデは真っ白コーデ、白のグラデーションコーデで、上にアドアのねジャケットを羽織りました。これね可愛いのは、後ろの部分がこういう風にラウンドになってて、ほら形がね下がこう丸くなってるでしょ。これがねすごい可愛いなと思って、これも2年ぐらい前にゲットした。私物持ちがいいよね本当。後ろもね可愛いっしょ、こんな感じになってるのよ。足元は白でコンバースにして、白のグラデーションコーデになってます。こういう時にはバッグ赤持ちたいな、白の中に赤を一つ入れて、ちょっとリップも赤を出してみました。はい、ということでこんな感じのコーデ、白のグラデーションコーデすごい好きで、真っ白っていうのもすごい可愛いんだけど、
微妙にね、色がコンバースは真っ白だったり、セーターちょっとクリームっぽかったり、あのジャケットもちょっと白でもグラデーションでっていうのがすごい可愛いなと思って、私はホワイトコーデするときにちょっとずつ色が違うのも素敵だなって思ってます。ポイントは一色やっぱりバッグとか、ね、リップとかそういうのでアクセでもいいんだけど、色を入れる、あえてアクセはノーアクセで、バッグだけ目立たせたかったのでノーアクセにしてみました。ということで2個目のコーデはこんな感じになりました。はい、そして3つ目のコーデはこんな感じにしました。ヒステリックグラマーのライダースっぽい膝丈のジャンパー、これね、なんか風通さなくて真冬、あの中に薄手のちょっとダウンの重ね着したりとかして着てもいいし、この時期にぴったりなんだけど、閉めた時と開けた時の雰囲気が全然違うからね、とっても可愛い。ヒステリックグラマーっていうとすごい若い子のブランドっていうイメージあるんだけど、私たちの世代も選んで着れば、例えば娘さんがいたら親子共有で着れるとか、うちは息子と共有でスタジャンとかも着たりとかしてるので、ぜひ検索してみてください。こんな感じでロックテイストね。そしてブーツはイザベルマランの、これは確かパリで買ったんじゃないかなって言いましたけど、ずいぶん長く履いてます。イザベルマランも大好きなブランドですね。ということで雰囲気変えてちょっとロックっぽいなんかハードなイメージになったけど、中がね白が入ることで柔らかいイメージになるよね。そしてアクセはシルバーをつけてみましたよ。これはもともとこのジャンパーについてるヒステリックグラマーのバッジでね、とってもポイントが可愛くなってると思います。ということで3つ目はこんな感じになりました。ちょっとロック。はい、続いてのコーディネートはこんな感じになります。みんな覚えてるかな、これさ、あのピーターさんと御殿場のアウトレットにいた時にバレンチノでゲットしたミニタリージャケット、この V がすっごい斬新だなと思ったけど、これやっぱり可愛いよね。やっと着れる時期が来ました。そしてこのバッグもその時にお揃いで、このね、蛍光カラーが可愛いなと思って、一緒に持ちたいなと思って、両方とも清水の舞台から飛び降りる気分で買いましたが、これもきっと長く持っていけるんじゃないかなと思って買ってよかったなと思ってます。そしてブーツはエンジニアブーツでちょっとハードにまとめてみました。中がやっぱり白とデニムだと上に何が着ても大丈夫なんだよねって改めて思うわけね。中をシンプルなものでミニマリストでね、変えずにこれをこう着回しても、上をこうこの時期ね変えるだけでこんなに違って見えるっていうのは発見だよねって自分でも思いました。たくさんねアイテム、好きなもの、買いたいものあると思うんだけど、シンプルに中を変えずに上を変えたり、ジャケットを変えたり、バッグを変えたりっていうコーデをもっともっと楽しんでいいんじゃないかなっていうふうに今日改めて思いましたね。今日はそんな感じで4パターンのコーディネートになって、でまだまだたくさんコーディネートできるんだけど、見せすぎてもねっていうことで、また次回こんな感じでね、中を変えてアウターの紹介を近々すぐやりたいなと。あとはね、ちょっとまだ完成してないけども、クローゼットの内容なんかもできる時が来たらやりたいなっていうふうに思います。ということで今日はユニクロのストレッチスキニーデニムとこの白のカシミヤのセーターを合わせて4パターンのおすすめの春先コーデ、上のねアウターのコーディネートしてみましたけど、いかがだったでしょうか。少しでも色とかね、丈感とか、ちょっとした小物のバランスとか、靴の取り入れ方だとか参考にしてくれたら嬉しいと思います。ということで今日の動画はこんな感じのコーデの動画になりました。最後まで見てくれた人ありがとう。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでまたすぐね。 Thank you. バイバイ。